キルギスの大統領は、キルギス共和国の原主たる大統領である。キルギスの大統領は独立当時からアスカル・アカエフが14年間、あまり務めていたが、2005年3月24日、野党側の反政府運動が主ともに広がったため、アカエフ大統領が、隣国カザフスタンに亡命し、暫定政府が樹立され、アカエフ政権は崩壊した。その後、 クルマンベクバキエフが大統領となったが、そのバキエフも2010年キルギス総乱により、政権崩壊に追い込まれ、4月15日に亡命した。2010年以前の旧憲法では、大統領職について、外交、内政の政策を決定し、キルギス国家を代表する地位と規定し、一気につき5年間の任期で直接選挙で選出されるとしていた。大統領には、首相、 最高裁長官、最高権限次長の任命権や、外交決定権、法案提出権など、広範かつ強大な権限が与えられていた。こうした強大な権限を大統領に与えていたことが、赤 F ・バキエフ両政権の独裁化につながったという、反省からバキエフ政権を打倒した暫定政府によって制定された新憲法では、大統領は事実上の象徴的地位となり、 大統領制から、議員内閣制に政体を移行させた。ありがとうございます。